コミックスの第1巻が発売になりまして、現在予約受付中でございます。フロマージュブックス様だと、なんと俺演じる菅のアクスタとボイスメッセージ付きの限定版がございますゆえ、もしね、菅勇気のことを俺と一緒に愛してくれるという盟友は、ぜひフロマージュブックス様で予約をしていただけると嬉しいんですが、ただ菅のタッパは俺と同じタッパゆえ、いつもね、申し訳ないと思ってるんですよ。スタンダードグッズボリューム1でキービジュンのね、アクスタとチェキも出たんですけど、ごめんね、アクスタって大体値段統一なんですよ。レイドロの時も言われてた、二次三次のアクリルスタンドって売られるじゃん、みんな値段統一じゃん。値段の割にアクスタの面積、アクスタの質量が少なくて申し訳ないと思っている。同じ値段で大量のアクスタが欲しい方はオリバー先生とかを買っていただくといいんじゃないかなと思うんですけど、まあ菅は俺のタッパに身長が同じになっているゆえ、そこ目的で買ってないよ。本当にありがとう、ありがとうな。持ち歩きに向いてる、あ、嬉しい、ありがとう。俺ね、よく配信タグの観測者、漆黒の観測者っていうタグがあるんですけど、たまにね、みんなが俺のアクスタとかを持ってって旅行先に連れてったよっつって、嬉しいんだ。ディズニーとかさ、 USJ とかさ、観光地とかイルミネーションとかさ、この間船の上とかもあったな、綺麗な景色だったよ。桜とかとね、一緒にね、俺のアクスタ写真撮ってくれてね、アップしてくれるの、なんか俺いろんなところに連れてってもらえてるなって思って嬉しいんだ。すごく持ち運びやすくて助かってる。あ、よかった。ぜひね、ポケットにね、一人一マサル持ち歩いてくれると嬉しいな。ありがとうな。